ヤサカダム。ヤサカダムは、広島県大竹市小型町大型と、山口県岩国市行瀬にまたがる、一級河川、小瀬川水系小瀬川本川に建設されたダムである。旧名は、八丁ダム。国土交通省中国地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムである。堤高二十点零メートルの重力式、コンクリートダムで、早朝水容量を含め、 中国地方最大の重力式、コンクリートダムである。小瀬川の治水、及び大竹市や岩国市とその周辺地域への利水を目的とした特定多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は、八坂湖と呼ばれ、2005年、平成17年に大竹市、岩国市の推薦によって、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定する。 ダム湖百選に選ばれている。広島県と山口県の境を流れる小瀬川は、地水、利水をめぐり両県の調整が難航し、古来よりたびたび水利用に関わる競争が起こっていた。1964年、昭和39年に完成した小瀬川ダム、重力式、包み高49.0メートルは、両県による共同管理であったが、ダム管理をめぐって、 意見の調整がつかず、結局建設を建設省中国地方建設局、現、国土交通省国地方整備局に委託した経緯がある。このため、小瀬川の河川管理に関しては、地方自治体レベルでの管理では到底調整が不可能な状況となり、こうした歴史から一級水系に指定され建設省が下する河川となった。小瀬川ダムが完成したものの、ダムは、 利水目的の意味合いが強く、これまでの大洪水にも十分に対応できたとは言いがたかった。さらには、高度経済成長に伴って、川口部の大竹市、岩国市、久賀郡木町の発展に伴い水需要が逼迫、3年に一度過水調整が行われる状態となっており、さらなる利水容量の確保が必要となってきた。 このため建設省中国地方建設局は1971年、昭和46年に小瀬川ダム下流の大竹市、岩国市、久賀郡三岩町、現、岩国市岩町にまたがる地域に、小瀬川ダムをはるかに凌駕する大規模なダム建設の計を発表した。1974年、昭和49年には、小瀬川水系工事実施基本計画を改定しこの中で、 洪水流量の改定とダムによる洪水調節計画を検討して新たな計画法、水流量、計画された洪水流量の限界値を策定した。この洪水調節計画の柱としてダムは重要な役割を果たすことになり、小瀬川総合開発事業の中心事業として特定多目的ダム法に基づく八丁ダム建設事業が着手された。 ダム建設に伴い、広島県、山口県両県で125戸が水没することとなり、反対運動が繰り広げられた。ダム建設当時、小瀬川の水が枯れるとか、ダム湖に水は溜まらない等の懸念や批判も下流域の民より出た。これに対し、建設省は1974年7月20日、川路ダム、木野川や手っ取川ダム、手っ取川等と共に、 水源地域対策特別措置法の第1号ダムとして、指定、水源地域整備のための国庫補助、水没世帯への保証金国庫補助、生活再建支援、就労圧戦等の手厚い保証対策を実施した。ダムは、計画から20年経過した1991年、平成3年3月に完成したが、これより前に、地元の要望がありダム名を、八丁ダムから、 水没地域の八坂橋にちなみ八坂ダムに解消している。こうした例は、群馬県の草木ダム、渡瀬川をはじめ、全国各地で見られているが、地元と一体化したダム管理を目指した一つの例である。ダムの目的は、小瀬川下流域の洪水調節、暴力地点における、既存の地への環境水利検分の、用水補給としての不特定利水、広島県、広島市再帰区。 廿日市市、大竹市、佐伯郡宮島町及び大野町と山口県、柳井市、群賀郡雄町、熊谷郡平尾町、田伏町、上野関町及び大島郡総大島町への上水道供給、岩国、大竹地域及び柳井地域への工業用水供給目的である。ダム付近に工業用水道の取水口があり、山口県企業局が整備した。ちなみに、 工業用水道の整備はダム完成後で、八坂ダムからの不特定自水を念頭に置いたものとなっている。このほか中国電力による発電、認可出力7 0 0 0ットも目的の一つとなっている。完成後、八坂ダムはその機能を遺憾なく発揮しているが、特に洪水調節では2005年、平成17年9月の台風14号による洪水。 理水では1994年、平成6年8月の大滑水において、その機能を最大限活かした。前者の例を見ると、2005年9月6日から7日にかけて西日本を通過した台風14号は、小瀬川上流域で降り始めからの総雨量が404ミ、mm、リメートルを記録し、55年ぶりの豪雨となった。これは、戦後最大の枕崎台風や、 近代橋を破壊した、木地や台風、ルース台風に匹敵する規模の雨量であり、西日本各地で浸水による被害が拡大した。この際、八坂ダムの洪水調節によって、上流の洪水を貯水、下流への流下をカットした。国土交通省ではダムが仮に建設されず洪水が、下流に流下した場合、基準点において、小瀬川水系工事実施基本計画が定めた。 計画降水位、小瀬川の場合は6.07メートルを1.0メートル以上、超える7.10メートルの増水になると試算した。計画降水位を超えてしまうと、堤防欠陥や堤防腰流といった地帯を引き起こし、家屋の浸水、流出といった被害を招く確率が極めて高くな。しかしダムによる洪水調節の結果、小瀬川の水位を、 警戒水波の4.0メートルに抑えた。これにより、小瀬川本川流域においては浸水などの被害がほとんど見られなかった。後者の例であるが、1994年夏に全国を襲った大滑水は、四国でサメウラダム、吉野川が枯渇し、四国4県で深刻な給水制限と産業への被害、東海地方では牧尾ダム、大滝川が枯渇し、 北半島では一世帯で1日19時間断水。トヨタ自動車では工場操業の短縮、休止に追い込まれ、中部地方の経済に深刻なダメージを与えた。この中で、小瀬川流域でも8月から約140日間の給水制限を余儀なくされたが、ダムの利水容量を効率的に使用することで、渇水を乗り切った。仮に安阪ダムがなく小瀬川ダムのみの場合、 同様の給水制限を実施すると期間は倍の280日間に及んだと言われている。この日数は1978年、昭和53年に北部九州を襲った福岡砂漠に匹敵すもので、中小商店の倒産や農業への深刻な影響を及ぼしている。こうしたことから、八坂ダムによる利水が渇水による給水制限期間を短縮できたと考えられている。 ダムによってできた八坂湖は1994年平成6年に建設省によって実施された地域に開かれたダム事業に基づき積極的に開放されている。この多水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備によって八坂大橋や八坂共有歩道の整備などが行われ湖岸は散策やピクニック等の観光客が訪れている。また、 ダム周辺は桜が多く植樹され、春には花見客で賑わう。上流の八坂橋には八坂橋キャンプ場やプレイパークジャバミといったアウトドア施設もあり、ダム及びダム周辺一帯は一大アウトドアスポットになっている。ダム建設に伴い国道186号が整備され、幹線道路としての重要性が増している。この他山口県道三十五号北。 中山岩国線、広島県道、山口県道116号、大竹三輪線等が近接を通過しており、山陽自動車道、大竹インターチェンジからも近い。この他近帯橋、岩国城、五福島神社等の観光地からも近いため、観光スポットとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。